防弾少年団をエクソと紹介し、炎上2017あまず生中継でミス。M ネットがアメリカ三大音楽受賞式の一つであるアメリカンミュージックアワードを独占生中継しました。K-POP グループで初めて防弾少年団が出演し、関心が集中する中、生中継の MC に乗り、出た音楽評論会務人元、タレントのキムグラの態度が残念さを残しました。 20日午前10時からエムネットではアメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスで開かれた2017アマズの授賞式の現場をリアルタイムで中継しました。エムネットは韓国の視聴者たちの理解を深めるためにキムグラ、イムジンも放送記者出身のアンヒョンもを MC に立てました。当初エムネットは3人の MC が授賞式に参加した人気スターたちの経歴と 業績はもちろん、現在の音楽界のトレンドを教えてくれることを期待したが、生中継が終わった後、視聴者たちの反応は冷たいものでした。キムグラとイムジンモが出演者たちを紹介した一部のコメントが適切でなかったという反応です。レディー・ガガがステージに上がると、キムグラは整形疑惑があったと受賞式とは全く関係のない話をし、 キム・ジンモは、講演者という就職語をつけたい話し、視聴者たちの眉を潜めさせました。この日、M ネットが2017、アマズオ生中継した決定的な理由である防弾少年団については、事前知識が不足している姿が見えました。キム・グラは、防弾少年団を紹介する際に、エクソと呼び間違える失態を見せました。すぐに混同して、出現をしてしまったと謝罪しました。 イムジンモはエクソファンが喜ぶだろうと話しました。これにネットユーザーからは、防弾少年団とエクソのファンどちらにもに失礼だと批判の声が上がりました。また、イムジンモは防弾少年団の2017まず参加が持つ意味を説明しながら、防弾少年団が受賞するかはわかりませんがと話しました。しかし防弾少年団は最初から受賞者候補ではなく、 パフォーマーとして2017甘ズに招待されました。防弾少年団は昔からアメリカを攻略していたようだ。そのような努力が今年光を放ったという言葉も間違ったコメントでした。防弾少年団はアメリカ進出用として英語のアルバムを発売したり、プロモーションなどを披露した過去はないです。その上、防弾少年団が5月にビルボードミュージックアワード2017で受賞した。 トップソーシャルアーティスト部門については SNS 人気が選定基準のすべてであるように紹介しました。しかしトップスペシャルアーティスト部門は1年間のアルバム及びデジタル音源販売量、ラジオ放送回数、コンサート及びソーシャル参加指数にグローバルファン投票を合算し受賞者を決めます。 ネットユーザーたちは、防弾少年団がアメリカで、アルバム、音源、公演と SNS 等で、同じくらい、高い成績を収めて受賞した賞を単純に SN、SNS 人気賞と片付けたとして、気分を害する様子を見せています。2017、まずは、ブルノーマーズ、リンキンパーク、ショーン・メネス、レディー・ガガ、キース・アーバン、ザ・チェイン・スモーカーズ、カリット、イマジン・ドラゴンズ等の受賞と、 共に唯一のアジアミュージシャンとしての意味を加えた防弾少年団の講演で成功裏に終了しました。しかし韓国内では MC たちの未熟な信仰が残念さを残しました。